81号型特務艇は海上自衛隊が運用していた特務艇の艦級。昭和42年度計画から昭和47年度計画にかけて5隻が建造された。当初は支援船として収益したが、外洋での行動が多く、また救難活動に備えて待機義務があることから、1977年4月18日、種別変更により自衛官席となった。 訓練標的の栄光や訓練団の改修などに活躍し、2002年10月に最後の艇が除籍された。船体は中型総海底と同様の船首楼型、角型船形とされており、外見上も煙突の有無を除いてよく似ているが、これは設計担当者が同じであったためと言われている。設計は JG 高船規則に準拠しており、また偽装品の大部分は、 一般を用品であった。主機関としては赤坂鉄工所の直列3気筒機関である UHS-27-42 中速リーゼルエンジンが採用された。艦中部にはデリックを設けており、力量2トンのブーム2本を備えている。5間半にはこれによって回収した HSS-2 ヘリコプター1機を搭載できるようになっていた。ただしヘリコプターの回収は 現実的ではなく、最終艇である85号では、力量2トンの油圧クレーンに変更された。また82.83号は、KD2R-5 低速標的機器の運用能力を備えており、対空射撃訓練の支援が可能とされた。また艦隊訓練海域までの標的の栄光も行っており、陸岸栄引力は12.3トンである。レーダーとしては、 オプスマイナス10を搭載したが、84号はオプスマイナス29、85号はオプスマイナス19とされた。環境構造物上には放水銃2機が設置されている。搭載艇としては6メートルカッターを煙突脇の源に搭載していた。ありがとうございます。